三宝石フェアに行ってきました。私が行ったのは、グランメッセの土曜日の、8日の、行ってきましたけど、ではまず中身を紹介します。まずこれ、福袋です。じゃあちょっと中を開けてみますと、中に入っておりますのは、ちょっとお待ちください。これは必ず1個、ほっぺちゃんは絶対1個入っているということです。はい、靴下です。これふわふわで冬にぴったりですね。はい、そして次、串ですね。あ、すいません、これ480円って書いてあります。福袋は500円だったので、とってもお得ですね。そして次、黒いゴムですね。プールの時とかちょうどいいですね。で、カチューシャ、なんかリボンがあってとっても可愛いですね。そしてイルカのクリップ、とっても可愛いですね。こういうクリップがあったらやる気をアップします。それともう一個、デカクリップ。このクリップは大きくてまとめやすいですね。そしてシュシュですね。トラでしたっけ、ヒョウ柄ですね。ヒョウ柄のシュシュです。そしてゴム、はい、ピンです。これ、マグピですね。マグネットピアスです。はい、サッカーボールの消しゴムです。これは洋服型のなんか写真を入れれるストラップですね。はい、そしていっぱいありますよね。たくさんのシールです。です。これは福袋、これはが全部で福袋の中に入っているやつです。はい、では次は、はい、買ったものを紹介します。まず買ったもの、ですね、けん玉です。これ160円なのでとっても安くてお得ですよね。そして、サンフォーフェアでは10円セールというものもありました。今からその紹介もしていきたいと思います。まず10円セールで買ったものはこれです。パッと見たらスマホに見えるかもしれませんが、実は書いたものをここで移動させて消せる仕組みになっています。まあこれはちょっと傷とかあるので10円に格安にされております。そして普通の鉛筆ですが、横取り3本で100円、本当は1本50円で3本買ったり150円なんですが、3本で100円という50円、お得の商品で、こちらも同じく50円安くなっています。そしてハサミですね。ちょっと開けてみると、はい、ちゃんと切れるようになっています。なんか花柄がとっても可愛いですね。そして、はい、これは鉛筆削りです。85円なのでとっても安いですね。そして10円の、見えないかもしれませんが、ここには傷、汚れありと書いてあります。これは、
トランプの柄のピンですね。なんかおしゃれな感じになっています。そして消しゴムです。50円なんですが、なんか海賊船のなんか船長みたいな感じの、はい、海賊がいるんですが、はい、とっても可愛いです。そしてシャーペン80円です。なんかウサギが乗って紫色に、これがちょっとラメがちょっとついて可愛いですね。そしてスタンプですね。2日分したらプレゼントがもらえます。産後免許証をゲットすることができます。それは超レアです。皆さんも一回行ってゲットしてみてください。はい、1割利券です。3日目にはもらえませんけど、2日目と1日目にはもらうことができます。そしてですね、1000円以上買うとですね、1000円以上買いますとこれがついてきます。そして買った人にはこれがもらえて、1000円以上買った人にはこの2つがもらえます。それとアンケートに答えるとこのシール、この下敷きがもらうことができます。この下敷きか、シールはもらえますが、シールと下敷きか、ペン、ラメ入りの黄色、青、どちらか選べます。まあ私はシールと下敷きを選びました。そして、200円のくじ引きで買ったものです。で、くじ引きですが、ちょっと外れに近い方になってしまって、まあ外れがないんですよね。必ずもらえるんですが、これです。紫ほっぺちゃんの、バッジとメモ帳、シール、これはがきですね。はがき、そしてなんかファイルですね。はい、ではもう一度買ったものを紹介していきたいと思います。消しゴムピン、下敷きファイル、シャーペン、ペン玉、鉛筆6本、ハサミ、バッジ、プレゼント、鉛筆削りです。